キャンプハックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。エゾワウトのたまちゃんです。ダウンやら化学繊維やら、形の違いに生地の違い、数が多すぎて迷ってしまうシュラフですが、今回はそのシュラフ選びのコツをご紹介します。形の違い、中綿の違い、生地の違い、状況別のおすすめキャンプシュラフを項目ごとにお話しします。キャンプのシュラフ選びに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。それでは早速形の違いから見ていこうと思います。シュラフの形は大きく分けると、封筒型とマミー型の2種類に分けられます。封筒型は名前の通り、上辺に口がある封筒の形です。肩から足まで均一な形なのでゆとりがあり、寝返りが打ちやすいです。完全に開いて1枚の掛け布団状にできるものがほとんどで、夏場は上に掛けるだけにしたり、2つを連結してダブルサイズの封筒型にできたりなど、汎用性が高いです。ただ肩口がすっぽり開いていて冷気が入りやすかったり、足部分は余白が多いのでマミー型に比べて保温力は低いと言えます。一方マミー型、こちらもその名の通りミイラのような形のものです。頭まですっぽり入り、ドローコードを絞ることによって冷気をシャットアウトできます。肩から足にかけて人型にすぼまっているものがほとんどで、体に密着して余分な隙間を作らないので保温力が高いと言えます。封筒型のように2個を連結できるモデルもありますが、ジッパーの向きがきちんと合っていないとつなげられないので注意です。また体に密着しているということは可動範囲が狭く、寝返りが打ちづらかったり、人によっては窮屈に感じることもあります。後ほど生地の違いでもお話ししますが、これを解決するためにストレッチ性のある生地を使っているモデルなんかもあります。次は中綿の違いについて。大きく分けるとダウンと化学繊維があります。ダウンの特徴はジャケットなんかでもおなじみですが、保温力が高く圧縮の幅が広いので、同じ耐用温度のものだと化学繊維よりコンパクトなモデルが多いです。デメリットとしては水濡れにとても弱く、テントの結露などで濡れてしまうとすぐにしぼんで保温力がガクンと落ちます。また化学繊維のものに比べて価格が高く、手入れに専用の洗剤が必要など手間がかかるのも特徴です。そしてダウンと一口に言っても、ものによって性能は様々です。ダウンの性能は一般的にフィルパワーという数値で表されます。 30g のダウンを容器に入れ、一定の荷重をかけた後に何立方インチに膨らむかで計測します。より膨らむダウンの方が良質とされ、低品質のものより軽い重量で同じ容積を稼げるので、同じ耐用温度のシュラフを作ろうとした時に高品質なダウンの方が軽くてコンパクトな製品になります。一般的に500フィルパワー程度は低品質、600から700フィルパワーは良質、700フィルパワー以上が高品質と言われることが多く、ダウンシュラフを見てみると 650fp や 700fp という数値をよく目にします。シュラフに使われているダウンにはダック、グース、マザーグースの3種類があります。大きな個体の方がより良質で大きなダウンボールが取れるので、マザーグースのダウンが最も高価で良質ですが、ダウンシュラフの多くはダックダウンを採用しています。マザーグースダウンを使用しているシュラフもありますが、目玉が飛び出る金額で手が出ません。一度でいいから使ってみたいです。またダウンの表記を詳しく見てみると、メーカーによってはフィルパワーの横にこんな表記が書いてあったりします。これは中綿に使われているダウンとフェザーの割合です。ダウンは胸元の綿羽で、フェザーはいわゆる羽です。保温力の高いダウンと、保温力はダウンより劣るものの弾力があって膨張の手助けをするフェザーをこの割合で含んでいますという表記です。一方化学繊維の特徴は、ダウンよりも水濡れに強く、
同じ対応温度のものだとダウンより価格が安いです。ものによっては洗濯機で丸洗いできるものもあり、手入れが楽なのも大きなメリットです。デメリットとしては収納時の大きさや重さがあります。ダウンに比べて圧縮に限界があるので、対応温度が低いものはどうしてもかさばりがちです。ただ大きさや重さに関してはメーカーによって差があり、一口にポリエステルといってもその種類は様々です。繊維に空洞を作り、より空気を蓄えて保温力を高め、重量を軽くしたものや、螺旋状に成形して絡ませることによって効率よく空気の断熱層を作るもの、モンベルやイスカのように独自の中綿繊維を開発して使用しているメーカーもあります。ダウンよりかさばるイメージの化学繊維ですが、ダウンの場合、撥水加工されていない生地の場合、結露から守るためにシュラフカバーを使ったりするので、大きさと重さの差はかなり埋まります。確かに化学繊維の中でも安価で対応温度が低いシュラフはとんでもなくかさばりますが、前述の通り各メーカーの独自繊維など軽量なモデルが多くなってきているのも事実です。例えばイスカのアルファライト 700X は最低使用温度がマイナス6度ですが、大きさはこんな感じで、ナンガのオーロラ500と比較しても大きな差はありません。ただ後ほど状況別のおすすめシュラフでもお話ししますが、対応温度は各社独自で設定しているのでばらつきがあります。ナンガのようにヨーロピアンノームというヨーロッパの統一規格で厳密に算出しているメーカーもあれば、大手ショッピングサイトなんかでは謎の基準でマイナス20度対応と謳っているものもあります。ダウンだから暖かくて軽い、化学繊維だからかさばって寒いではなく、どんな素材がどういった構造で内包されているのか、対応温度は何を基準にしているかなどを総合的に判断するのがシュラフ選びでは大切です。次は生地の違い。ただ中綿を包んでいるだけのものではなく、表面の生地、肌面の生地によって快適性は大きく変わります。実際の製品を例に見てみようと思います。例えばナンガのオーロラシリーズ、表面にはオーロラテックスという独自の生地を使っていて、高い防水性と透湿性によってダウンの弱点である水をブロックしつつ、こもりがちな湿気を外に放出できるようになっています。内側にはリップストップナイロンが使われていて、高い耐久性と軽量化を両立しています。他にもモンベルのダウンハガーシリーズ、2021年にフルモデルチェンジしたことで話題になりました。生地にはバリスティックエアライトという撥水・透湿性のあるものを使用し、スーパースパイラルストレッチシステムという機構でマミー型ながらも中であぐらをかけるほどの伸縮性を実現しています。一方化学繊維では、例えばロゴスの丸洗いスランバーシリーズ、表裏ともにモイスポリという素材で撥水性と通気性が高く、汚れがつきづらく洗いやすい素材なので、手入れのしやすい化学繊維の中綿と相性がいいです。汚れたら洗濯機でガンガン洗えるので、ファミリー使いなんかにも適した構成だと思います。あとはスノーピークのセパレートシュラフお布団、表面は引き裂きに強く撥水性もあるリップストップナイロンで、内側にはシュラフでは珍しい TC コットンです。肌触りが良く吸湿性もあるので快適そうなシュラフです。ほんの一部だけご紹介しましたが、自分が求めているのが通気性なのか撥水性なのか、あるいは洗いやすさなのか、使われている生地次第で快適に対応できるシチュエーションが変わってきます。ここまでの内容を踏まえた上で、状況別のおすすめキャンプシュラフを見てみようと思います。はじめにおすすめの基準について。シュラフが数多くあるように、使う人の状況も様々です。ファミリーなのかソロなのかでも変わってきますし、シュラフにかけられるお金も皆さん個人差があります。それぞれの季節に合わせてたくさんシュラフを買うのは金銭的に辛いので、ここでは季節を春夏秋の3シーズンと冬に分けて考え、その上でファミリー用と個人用を見ていこうと思います。
正直ネットだとすごく安いものが売っていたりするんですが、僕は結構そういうのを買って失敗してきたのであまり信用していません。なのであくまで個人的なおすすめをご紹介します。まずは春夏秋の3シーズン用から。夏に合わせるのではなく、春と秋の寒い時期を考えて快適使用温度が5度程度のものをチョイスするのがおすすめです。ファミリー用の一つ目はこちら、ロゴスの抗菌防臭丸洗いシュラフ5です。ファミリー用に共通して言えることですが、封筒型がおすすめです。このようにジッパーを全開にしてダブルサイズにすることもできますし、暑ければ敷布団と掛け布団のようにセパレートできたりと使い勝手がいいです。シュラフを人数分用意するのも大変ですし、個数が増えるとかさばるので、ドッキングできる機構はファミリーにはありがたいです。このシュラフは表面生地がモイスポリで汚れに強い上に、肌面には抗菌防臭加工が施されています。夏場以外でも意外と就寝中は汗をかくので、丸ごと洗濯機で洗えるのはかなりありがたい仕様です。2つ目はコールマンのファミリー 2-in-1 の C5、 同じく封筒型で連結可能なモデルです。こちらは 2-in-1 の名の通り、最初から2つセットなので、価格的には先ほどのロゴスのものを2個買うのと同程度です。こちらも洗濯機での丸洗いが可能なモデルになっています。独自の機構としては、肩口にこのような生地がついていて、首元から入る冷気をシャットアウトしてくれます。次は個人用。一つ目はイスカのアルファライト 500X。 独自の繊維マイクロライトを使用していて、化学繊維ながら軽量なモデルです。洗濯機では洗えませんが、ダウンよりも手入れが楽で、しっかりしたスペックに対して価格が抑えめなのも化学繊維の良さがしっかり出ています。次はモンベルのバローバックシャープ3。記事のところでもお話ししましたが、モンベル独自のスパイラルストレッチは抜群の伸縮性を誇ります。表面の生地もスーパーマルチナイロンタフタという極細繊維の集合なので、肌触りが良く、撥水性速乾性があり、洗濯機で洗えるのも嬉しいポイントです。暑がりで春秋でもシュラフにくるまると寝苦しいという方向けに、こんな上部分しか生地がないキルトタイプというものもあります。これは C2 サミットのエンバー EB1 です。背中がパックリ開いていて、掛け布団のように使います。背中の分の生地とダウンがないので、重量はわずか 420g、 収納サイズもかなりコンパクトです。どうせ潰れてしまう背中側のダウンを取ってしまえという斬新な発想です。3シーズン用に共通して言えるのが、都道府県やキャンプ地の標高によって気温差があることです。これらのシュラフはだいたいプラス5度が目安のものですが、暑い分にはいいですが、寒いと危険なので、気温に応じてシュラフにプラスで家のブランケットなどを持っていくのがおすすめです。次は冬用。テントの中で寒くて眠れないというのはかなり辛く、低体温症になる危険もあるので、3シーズンの時よりも対応温度やメーカーに対する信頼度が重要になってきます。ここでは快適に就寝するために、快適使用温度がマイナス5度くらいのものというのを一つの基準にお話しします。下限使用温度や最低使用温度ではなく、快適使用温度がマイナス5度くらいのものです。まずはファミリー用から。これはコールマンのマルチレイヤースリーピングバッグです。2つの封筒型シュラフと1枚のフリースを組み合わせてあるもので、組み合わせ次第で先ほどの3シーズン用として使うことができます。冬用としては値段が安いのがかなりポイント高いですが、とにかく大きいです。シュラフとは思わず布団だと思った方が気持ちが楽になるかもしれません。例えば家族分2セット買ったとすると、車の積載も相当圧迫されるのは注意です。次はモンベルのファミリーバッグシャープ1。ダウンとフェザーを半分ずつ含み、封筒型ながら軽量で比較的コンパクトなモデルです。生地のポリエステルにはポルカテックス加工で撥水性があり、ダウンの弱点の水濡れ対策が施されています。
封筒型で連結も可能なので、ダウンの保温力を生かすことができます。あとはお値段度外視のこんなものもあります。ナンガのドリームというもので、寝袋で寝ることに慣れていなかったり抵抗がある人も、これなら家の布団感覚で眠れると思います。シュラフと呼んでいいのか迷うほど布団感が強いですが、キャンプハックチャンネルのこちらの動画でも歴史の池田さんがおすすめしているということで話題になりました。その名の通り夢のような寝心地なのは間違いないので、一度使ってみたいです。次は個人用で、ナンガのオーロラライト 600DX。 ダウンシュラフながら生地に高い防水透湿性を施し、高いフィルパーによってコンパクト軽量なシュラフです。シュラフカバーが必要なく、荷物が多くなりがちな冬の寝具をコンパクトにまとめられます。値段が高いのがネックですが、ナンガのシュラフは永久保証によって長年使えるので、ダウンの質や生地を考えると全然選択肢としてありだと思います。次は竹物スリーピングバッグ9。キャンプではあまり聞かないメーカーですが、国内のシュラフ専門の個人事業です。個人事業でありながら高い品質に定評があり、フィルパワーやダウン量、生地を見ても大手メーカーと遜色がありません。丈夫で軽量なリップストップ生地の表面には撥水加工が施されていて、冷えがちな足元は逆台形状になっていて、ダウンが増量されています。首元だけではなく、ジッパーの内側にも冷気の侵入を防ぐチューブが内蔵されていて、スペックに対してコスパがかなりいいと感じます。ファミリー個人用にいくつかシュラフをご紹介しましたが、正直このシュラフを買ったから冬キャンは大丈夫ということはないです。中綿の違いでもお話ししましたが、参考使用温度については各メーカー独自の基準で設定していることが多い上に、暑がりの人もいれば寒がりの人もいて、快適使用温度がマイナス5度なのに気温が0度でも寒くて眠れなかったということもあります。また同じ冬でも北海道のように都市部でもマイナス20度になるところもあれば、太平洋側の最低気温でも0度付近の場所もあります。自分の行きたいキャンプ場が冬は何度くらいになるのかを確認して、シュラフ以外の防寒対策を怠らないのが重要です。多めにブランケットを持って行ったり、カイロや湯たんぽもかなり有効です。また冬の底冷えはかなりきつくなり、断熱性の高いマットやコットで軽減しないと冬用のシュラフであっても冷たくなります。これだけやれば絶対大丈夫というラインがないので、いきなり真冬にチャレンジするのではなく、秋の終わりから徐々に低い気温に慣れていき、これは今の装備でももう少しいけそうだなとか、もう少し気温が下がったら無理そうだから防寒対策を考えようなど調整していくのが大切だと思います。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントをぜひお願いします。キャンプハックの YouTube メンバー、デゾアウトのたまちゃんでした。